ダシマドガチャ。ダシマドガチャの子です。今日はこちらで遊びます。ダンボール自販機。さあ今回は9玉が並んでおりますね、じゃあ早速押してもらいましょう。はい、お願いします。はい、お出た。お、9玉。おお、これは光9玉。宇宙戦隊キューレンジャー太陽と月の力デラックス光9玉。すげえ。開けちゃおっか。開けちゃいましょう。開けちゃいましょう。開けちゃいましょう。どんな感じかな。どんな感じかな。おお、うん、きた。どう。おお、すげえ。さあ、かなとくん、こちらがですね、光球玉になります。すごい、すごい、はい、上と下でこうね、これで太陽モードで、ひっくり返すと月モード。月、うん、なります。月、月、月でね、ほら見て、ほら、いつもナンバーのところにムーンって書いてあります。で、こっちは3、太陽と月。月いい子でなってるの。そう。で、今回はマウスライドギミックがありません。うん、はい、このような状態のままです。うん、じゃあ早速ね、うん、絶縁シート抜いて音声聞きましょう。はい、行きます。こっち。音声はこの上のこのボタンですね。ムーンのところについてるこの赤いボタンを押せば3の音声が鳴ります。太陽のね。で、逆に3の黄色いボタンを押せばムーンの音声が鳴ります。うん、じゃあね、まずは太陽モード行きましょう、うん、はい、押してみるよ、うん、おお、光球玉。もう一回、太陽モード。太陽モード。おー、で、照らす太陽。照らす太陽。おお、で、さらにこの後10個ほど音声がありますので、じゃあ一気に行きますよ、うん。はい、このような感じになっております。はい、そして、うん、ひっくり返して、うん、月モード。月いきますよ。そしてここからまたさらにね、音声続きます。じゃあ一気にいきますよ。はい、このような感じになっております。はい、さあ、じゃあ星座ブラスターとも連動させていきましょう。まずは太陽モード。はい、で、いつもの変身と違ってもう一度9玉を倒します。いきますよ。
ほほほ違うよね、いつもとね、うん、はい、いつもだったらさ、一、うん、回倒れしてバーンってやるだけだもんね。そうだね。じゃああとは召喚。特殊攻撃。そして今回はね、ここの上のボタンを押すことによってさらに必殺技が打てます。いきますよ。でさらに長押しで、必殺技が発動します。でね、これさらにですね、さっきの変身の ここの状態でも、ここを押すとね、別の音声が流れます。ちょっとセーザーブラスターの電源を切りましょう。いきますよ。太陽の効果音が発動します。こんな感じ。じゃあさらにセーザーブラスターなしでいきますよ。さあ、そして次は月モードいきましょう。はい。シュレッドムーブ。はい、召喚。召喚。ここは太陽と一緒ですね。うん、じゃあ一応特殊攻撃も。はい、じゃあ月モードの必殺技いきましょう。はい。時代よ。いいね。うん、長押しは？これは太陽と一緒かな？セーザーブラスターの音声なしでいきましょう。さあ、かなとくんにもつけてもらいました。このような感じです。かっこいい子ね。結構でもさ、おっきいよね。うん、でね、ここを押せば必殺技です。何その顔。はい、そんなわけで今日はこちらの宇宙戦隊キューレンジャー太陽&月の力デラックス光キュー玉を紹介しました。はい。どうだった？かっこよかった。かっこよかった。結構大きいからね、はい、すごい重そう。重い。皆さんも危ないんでね。そんなわけで今日も最後まで動画をご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。よろしくお願いします。おすすめの動画も見てね。そんなわけで、ね、バイバイ。